朝日に照らされる、うとや冬のうとやうとや島とは、ノルウェーブスケルー県ホー令にある湖ティリフィオレン、東部に浮かぶ島である。面積は10.6ヘクタールで、湖岸から500メートルの位置にある。宇都や島はノルウェー労働党の青年組織、アーバイダンズ・アングトズ・ファイル・キングが所有しており、宇都やエースの管理の元キャンプ地として貸し出されている。 1950年8月にオスロ広域労働組合連合会からアウフへ寄贈された島でアウフは毎年末にサマーキャンプを行っている東側に小さな桟橋があって湖岸との連絡に用いられている桟橋近くにホバッドハセットスタブレットラブンがお買い上がったところにキャンプ場食堂化粧室などがあり南の広場に スコレスチワがある。残り、大部分は、森林で覆われている。オスロから、e、E18 号線で西へ 15km 進み、E16 号線で北西に 23km。オスロバスターミナルより、バスで、ウトヤバス停下車。およそ1時間。前半ウッドは、外を意味する福祉。後半、オイヤは、島を意味する、女性名詞オイの単数限定形であり、 あえて直訳すれば、外れ島となる。2011年のテロ事件直後における、日本語メディアでは、大半が、ウトヤ島と表記しているが、島が重なるのを避けて、ウート島や、ウートや、ウトヤとしているものがいくつか見られる。外務省は、テロ事件発生後の外務大臣談話において、島をつけず、原音により近い形の、ウートイヤという表記を用いている。 2011年7月22日、オスロでの政府庁舎爆破事件の直後に、警察官の制服を着た偽装警官がウトヤ島に上陸し、10代の青年約700人が、参加していたノルウェー労働党青年部の集会で、爆破テロ捜査を口実に参加者を整列させ、午後5時30分頃より、銃を乱射した。集会は、大混乱に陥り、 島から泳いで脱出する者も,もいた。また、島からは爆発する前の爆弾が発見されており、さらなる被害拡大を狙っていたとされている。この銃乱射事件により84人が死亡した。2018年、宇都谷島7月22日として映画化された。ありがとうございます。